こんにちはの皆様、ドネツク人民共和国の法執行機関の代表者は、ウクライナ軍の数十人の戦争捕虜が、共和国で形成されたボグダン・フメリニツキー志願大隊の仲間入りをさらに進めるために、ロシア連邦のパスポートを取得するための書類を提出したとタスに語った。数十人の捕虜が文書を提出し、ロシアのパスポートを取得し、形成されているボグダン・クメルニツキー大隊に入る機会を得るために諮問手続きを受けた、と代理店の対話者は現以前、ロシア国防省は、ウクライナの捕虜から解放されたロシアの軍人がリハビリと治療のためにモスクワに送られると報告した。2022年2月24日、ロシアのウラジミール・プーチン大統領は、ルガンスクとドネツク人民共和国、LPR と DPR の首脳からの援助の要請に応じて、ドンバスを保護するための特別な作戦を実施することを決定したと発表しました。彼によると、軍事行動の目的は、隣国を非武装化し、その当局を非武装化することです。友人、チャンネルはあなたの注意を必要とし、財政支援は私たちを大いに助けます。説明の詳細、好きなものを入れてチャンネルを購読してください。すべての場合。